はい、こんにちは、バートマンです。今日は今までやってきた全集中回転のピッキングのその先をやってみたいと思います。その先をですね、5つの項目に分けてやっていくので、最後までご覧ください。よろしくお願いします。それでは早速いきましょう。今まで回転のピッキングといってですね、肘から先がぐる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 回っているというか、ここに2つある骨がこうねじれるようにですね、こういうふうに動いてくれてるようなピッキングをやってきました。なぜこれを一番最初にやっていたかということからお話ししたいんですけども、もちろんこのピッキングにはこのピッキングで不完全な部分があります。はい、できないこともありますが、なぜこのピッキングを先にやったかと言いますと、まずはそのショットスピードをぜひ覚えてほしい。ショットスピードというその音の速さ、音の感覚を覚えないと、ずっとみたいなピッキングを続けてしまうからなんですよね。ピッキングスピードが速いというか、ショットスピードが速い音を覚えてしまえば、こうやった瞬間に、あ、これじゃダメだなってわかるはずなんですけども、先にこのショットスピードを覚えてしまえば、この音じゃないとおかしいよねっていう風になってきます。なので、全集中回転のピッキングというのを先にお伝えしました。じゃあこれからそれだけではかなわなかったピッキングをやっていきます。というわけで、その1なんですけども、まずはさらに速く弾くにはどうしたらいいかというのは、今度は指の屈伸というか、指をこう押していくようなというかね、ここでね、まあ見てもらえば分かるんですけど、ピックがまあ真っ直ぐだとすると、こうちょっとねじるというか、こう逆アングルにするというか、はい、40歳の早弾きの時に5日目に出てきましたが、重心でピッキングするみたいなのありましたね。自分の中では一息で弾いてるけど、バウンドを使って、はい、弾いているような感じというのを説明しましたが、そこにですね、一振りの間に指の屈伸も入れて2音出すような感じですかね。はい、さらにこう指の屈伸が入って、細かく動くようになります。回転のピッキングがこうだとすると、全集中回転のピッキングと指の屈伸を合わせたものをゆっくりやってみますね。というわけで、全集中回転のピッキングとともに、全集中指先屈伸を使ってですね、スピードをさらに倍とは言いませんね、倍でもない 1.5 倍ぐらいかな、 1.3 倍ぐらいかな、にする方法でした。では、2番目のポイントに行きます。全く同じなんですけど、今度は同じように屈伸だけを使います。これはすごくデリケートなピッキングの時に使います。どうしてもバラードの時とかですね、早く振り抜いてしまうと、どうしてもこうパーンと立ち上がってしまうので、あまりこうドラマチックに聞こえないような時に、ゆっくり弦に当てて、指先だけで神経がこのピックにまで通ってるかのように、この力感をコントロールするのは指の方が得意ですね。はい、これも動画を撮っておきましょう。これ今何をしているかというと、要は指先の屈伸を使うので、指先のピックの当てる角度を変えて音を変えるんですね。こういうのは、例えば今 Isn't She Lovely の、レッスンをしてますが、その中でテーマの部分とかでですね、例えばここまでは回転のピッキングでいいんですけど、ちょっとこうおぶりとか、まあ裏メロっていうか、こう合いの手というか、そういうのを弾きたいんですが、メインよりは目立ちたくないみたいな時に、こ
こういう風に弾くときは回転のピッキングじゃなくて全集中指の屈伸のピッキングで、これはゆっくりの時も使います。はい、ぜひ覚えててください。もう一つ、パームミュートをかけたとき、パームミュート、このミュートをかけたときにですね、もちろん早いパッセージのときには全集中回転のピッキングでもできるんですが、ゆっくりのメロディーの時とかはミュート感を大事にしたい。どのぐらいミュートしているか、浅くミュートしているのか、しっかりこうミュートしているのかっていうのを出したい時あるじゃないですか。特に強く出したい時なんかは、これの時には指の屈伸ね、全集中指の屈伸のピッキングで弾いてます。なのでこの屈伸だけの練習も必要かもしれませんね。特にレゲエのメロディーの時、こんな感じのですね、ミュートを効かしたメロディーを弾いたりしたい時には、特に全集中指の屈伸がね必要になってきますので、これも練習していってください。はい、それでは3番目のピッキングに移っていきたいと思います。3番目はですね、低音、巻き弦のピッキング。これ巻き弦のピッキングとっても難しいですね。僕ものすごい悩みました。どうやったらこの低音ってうまく弾けるんだろうなって何十年も思ってましたね。はい。で、やっと分かったんですけども、低音というのは綺麗に発音しようと思うと、やはり、ピックをフラットに当てるか、巻き弦という特性があるので、どうしてもこうバズ音みたいなのが出やすいというか、プレーン弦よりかはやっぱりちょっと歪んでるような音色がちょっと含まれるわけですけど、わけですけども、これを綺麗に出そうとするんであれば、やはり逆アングル、もしくは水平なピッキングが必要ですね。これが一番綺麗な気がします。そこでは全集中回転のピッキングが必要なんですけども、ここで分かれてくるのがですね、ロックのリフっていうのがあるじゃないですか。いわゆるパームミュートをかけたものとか、ロックなこうエッジが立ったリフなんかは、特にですね、このピッキングノイズ、このピッキングノイズが必要なんですよ。ガサ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 、僕は言ってたことに悩んでたんですけど、これはロックの時には必要なんですよね。要は歪んだ時に低音が主張しなくなるんですよ。なのでどうしてもこのピッキングノイズを入れようとなると、全集中ね、指の屈伸のピッキングというのも必要になりますし、ピックの角度がね、準アングルに少しなることが大事なんですね。準アングル、ピックがこう寝るってことですね。こう寝る、少し寝て当てるとガサガサ言い始めるんですよ。普通にこうフラットに当てると平行に当てちゃうとこうなるんですけど、こういう風になります。逆にこの音が必要になりますね。なのでここでコントロールが必要です。だからピックのリフを弾くときには、はい、指の屈伸で弾き、パームミュートでつけて、ピックの角度は斜めっていう準アングルという形になります。逆に低音弦をきれいに響かせたければ、ピックをフラットに当てて、でことが重要になってきますね。4番目はソウルフルなピッキング、甘い音色の出し方ですね。ピックをギューッと握った力感を10とし、もう触ったら落ちちゃうっていうのを0としましょう。それの中から単音を連打してピックが落ちない力感を作ります。僕の中ではこれが5っていう感じですね。でこれを基準としてください。いつも基準としなきゃいけないのは、このぐらいのピックのアタック感がないとアコギやガットに移った時に全然弾けなくなりますから、回転のピッキングでピックが落ちないという力感をしっかり覚えることが大事です。それでは題材の甘いピッキングに行きますけど、甘いピッキングっていうのはですね、そのピッキングを2とか3に落としたような感じですね。要はゆったりとピックを当てていく。
しかもフロント寄りで。はい、フロント側で、力感が2とか3にすると、要はアタックが減りますから尖った音になりにくいんですよね。すごくアタックをつけてしまうと波形というかね、波形がこんな感じになるじゃないですか。こんな感じになるのが、アタックがないけどサスティンはあるみたいな音になるので、アタックがなければとても柔らかい音色に聞こえます。ただしですね、これをそのままフレーズ弾いてしまうと、今聴いてもらったように全く意思のない演奏になりますね。これは柔らかいんですけど何やってるかわからないということにもなります。僕がおすすめするのはですね、スイカに塩かけるでしょ。なんでスイカに塩かけます？甘くさせるためですよね。同じなんですよ。そこに塩の成分を持ってこなきゃいけません。というわけで、より人に甘く聞こえさせるには、このうるさいピッキングノイズを混ぜるんですよ。そうすることによってよりスイートに聞かせることができますね。もちろんこの手法はデイビッド T ですね。はい、これがもう泣けるぐらいかっこいいですよね。よく考えたなと。あんなに撫でるようなピッキングで、でもブラッシングが入ってるから、もう本当にスイカに塩ですね。ちょっと例えが安いけど、でも本当に分かりやすく言うとそういうことですね。やはり魅力的に見させるのは、やはり表裏一体、いつもね、両方が備わってないといけません。というわけで、よりソウルフルに聞かせるためには、よりノイジーに、ピッキングしましょう。それでは最後になりますが、じゃあこうやって、ね、スイートな、まあ大体、まあ、ギターアンプというのを、ちゃんと素材を生かすように EQ をしっていうのは他の動画でやってますんで、それを見ていただきたいんですけども、そういうふうに EQ し、こちらで、トーンを作っていき、手と、ね、このコントロールで音色を作っていったらですね、そこそこまあいい感じの音になってしまうわけですね。でもエレキギターって、まあ鼻詰まった音とか、まあ好まれるわけですよ。やっぱりギターらしいというね、結局ただのいい音ってパソコンで作れちゃうからというわけで、リア側、とってもリア側でですね弾きます。臭いですよね。このブリッジあたりで演奏すると、ここら辺は弦のたわみが少ないんで、軽い力で弾いても結構発音しますね。はい、とてもファンキーでかっこいい音色が出ると思います。ぜひやってみてください。というわけで5項目に分けて説明してきました。どうですか、参考になりましたか？いろいろトーンを作るためにこの最大のエフェクターを使ってやってみてくださいね。というわけで、こういう誰も語らなかった独特のレッスン方法をご教授しているのが僕のオンラインサロン駆け込みギターラボといいます。概要欄に書いてありますので、ぜひご覧ください。それでは参考になった方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。